久保さん今回は執念とか執着執着の執にしましょうか、執。うん、執。執、はい、にしましょう。物事をしっかりと掴んで取り行う。固く掴んで離さない。こだわる、意地を払う。とらわれる、取る。みたいなね。執着。まあ、しつこいってことなんですけどね。だから、久保さん、あのね、結局、なんか Amazon、Amazon の本で結局しつこいってやつ、なんかね、本が出てたんですよ。 結,結局、しつこい。なんか、あのね、あ、結局しつこい人がすべてを手に入れるっていう <laughs>。結局すぐやる人がすべてを手に入れるのパクリだと思うんですけど、結局しつこい人がすべてを手に入れるって。一流の成功者に共通する超シンプルなスキルと。これね、あれですよ。あの、いつだこれ結構新しいと思うんですよね。これいつだこれはあ、アスコムさんから出てますね。 これ、いつ出たんだろう結構新しい、あ、2000、あきょ、でも去年ですね。去年の2021年5月22日に出てます。結局しつこい人がすべてを手に入れるってこれ、実はねあの、結局すぐやる人がすべてを手に入れるっていう本がね、30万部、まあ50万部ぐらい売れたかな。実はね、これ、久保、広島に行った、久保さんに会いに行ったときに、広島の書店でね、それが売られてて、結局すぐやる人がすべてを手に入れるってで、買ったんですよ。 ね、結構何年前の話ですけどそう僕はこのしつこいっていうのがね非常に僕好きでそのニュースピックスの堀江さんが言ってたその成功者の条件成功するためにはどうすればいいのかっていう話がすごく好きで、まあ、堀江さんの前に座ってた人がビジョンみたいなねビジョンが大事みたいななんかそういうのが大事みたいなで堀江さんがねしつこいんだといやそういうのじゃなくてしつこければいいんだよとだしつこくないともう論外だみたいなねいやしつこいとにかくしつこいっていうね いや僕と久保さん相当しつこいと思いますよ。だってセールス終わってもこんな動画撮ってるやつなんか、もうしつこいを通り越して変人ですよね。キモいですよね。結局、キモいやつが全てを手に入れるっていう <laughs>。結局、キモいやつ、キモい人が全てを手に入れるでもいいかもしれないですね。もうしつこいを通り過ぎて、キモいだお。お前ら気持ち悪いだ <laughs>。でもね、気持ち悪いがられるぐらいがちょうどいいんじゃないですか。だって、普通、波。 他の人と一緒。他の人と何の差別もない。他の人と全く同じ仕事しかできない。全く同じ発信しかできない。全く同じ量しかできない。それで時給単価上げられますか上げられないですよ。抜き出てないとなんか。ね。みんなと同じ。みんなと同じことしかできない。どうやって給料上げるんすか無理でしょう <laughs> 教えてくださいよ。みんなと同じ仕事しかできないのにどうやって給料上げるんですか アルバイトでにしかできない仕事言われたことしかできない仕事しかできなくて、どうやって時給を上げるんですか教えてください、逆に <laughs>。無理です、そんなのは、うん。もしそんな方法があるんだと教えてほしいですね。そんな方法、もしコンビニでバイトしてる、指、ま、示、あ、されるだけで、なんか億万長者になれます。そんな方法があるんだと教えてください。うん。だからね、まあ、変態ぐらいがいいんじゃないですか変人ぐらいがちょうどいいと思う。人と変わってるぐらいがちょうどいいと思いますよ。 うんだってみんな変わり者じゃないですか。なんかスティーブ・ジョブズとかもね、ずっと同じ服着るとかね。なんかふ普通の人と違いますよね。なんか服はこれでいいみたいなね。<laughs> まあここにスティーブ・ジョブズ、イーロン・マスクが本のところにい表紙に書いてありますけど、やり抜く力、続ける力こそ人生を成功に導くっていう。もう本当にその通りだなと思いますね。本当にすごいやつじゃないとダメだと思いますけどね。 うんうんそう,そう、まあ。とにかくしつこく、しつこくやるっていうのはね、あのー、大事だと思いますけどね。で、結果が出るまでやるっていう、とにかく。で、その結果が出るっていうのもね、僕がどれだけしつこくやっても、ZOZO タウンは作れないと思います。目指してないし。で、ZOZO タウンを売却、Yahoo に売却して1000億手に入るとか、多分無理です。 求めてないんでしつこくやってもそこはむ難しいかもしれないですけど月収100万はいけますしつこくやればねいってらっしゃい。